右方向です。続いて目的地です。素敵な、なんか素敵だね。駐車場が空いてるといいね。ね、うん、あ、空いてそう。そこも空いてるしね。で、あれなの、すごい素敵な場所。すごいね。うん、あっちかな。ブレックファーストボール。何？ブレックファーストボール。And two coffee? Yes, that's all. Thank you. Mm. Mm.食べてみていい？どれどれ？すごいかっしりしてるね。うん、うん、おいしい。ダイナさん、ダイナさん、はい、このお店はどうやって探したの？聞いちゃいました。聞いちゃいました。なんかハワイ在住のダイナチャンネルの視聴者さんから、うん、教えてもらったの。しかもなんかね、インスタライブやってる時に、うん、インスタライブを見てくれて、ね、ハワイに遊びに行くっていう話をしたら、うん、まあ、いろいろおすすめがあるから、うん、あの後でいろいろお店ね、お教えしますねって言ってくれたら、ほんといっぱい送ってくれて、でその中の一つで朝食、なんかローカルが多い、うん、けどおすすめですっていうのがここだったの。そうなんだ、うん、でホテルからも近かったからさ。そうだね、うん、割とすぐ車があれば、うん、美味しい、実際美味しいです、マフィンね、マフィン久々に食べた。いやー、そう、それで今日はその方のお家に遊びに行っちゃおうと。そうなのね、うん、大丈夫そうですか。うん、なんかいろいろお話を聞いてみたいんだって。誰？私たちのお話を聞いてみたいんだって。そうなんですよ、うん、それといって新しいこともありますそうだよね。そうだからそれでお家遊びにいらしてくださいって言ってくれて、しかもね、住んでる場所は、うん、カーラなんだ。へー、高級住宅街。ともちゃん、カーラともみなんか、まあ、お子さんが映らなければこの場所ともいいですよって言ってくれたの。へー、よかったね。ダイナチャンネル。でも結局さ、今日はさ、カハラのビーチには行けませんでしたね。あ、カハラのビーチ行きたかったの？カハラのビーチも見てみたかった。ああ、確かに。まあいいよ、またネチネチ言われるって言われたら困っちゃうからさ。ネチネチだからな、私。ネチネチじゃないよね、ね、私。あなたの方がネチネチじゃない？左方向です。続いて目的地は右側です。近い、え、近いね。その辺だね。チリネチ、すごいね。あれ、どっから入るのこれ。わからない。ちょっと通り、
でも入るんだったらこう、あ、連絡しなきゃ。Google のマップだとお隣さんの家のゲートの写真が出てくる。え、あ、分からない。Google マップだと。Google マップ？ Google マップ。黄色いさ。見てない。で、ちょっと。なんか一個開いたよ。え、こっち？え？あ、そうだ、これ。あ、そうだ、これだ。じゃあ。すごい、ちょっと撮っていいですか、これ上かな、撮っていいですか、はい、すごい、アメリカのうち初めてかもね、一軒家戸建て、あ、本当ですか、ね、確かにね、みんな結構マンションとかね、住むのが多いからね、たまたま本当に運よくここが、そうなんですよ、嬉しいです、すいませんじゃん、あ、すいません、こんなね貴重なハワイ時間を、いや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 、もうなんか人生の中で来ていただいたから、まあ、もう普通に喋っていただいて全部カットするカットするのですいません、はい、ちょっとバンバン行きます、いや、ライナさん素敵です、いやいやいや、だから本当は前回のその動画でももうだいぶカットして、あれでも、あ、そうなんですね、言えないことばっかりだったので、なんかアメリカだと結構そういうのが割とこう寛容っていうか、うん、だけど、ね、日本ってやっぱり、そう出てみて思うことは、私もいざ出てみてやっぱり生きづらさをやっぱ感じてたので、うん、やっぱアメリカってそういう面では、まあ、よしかありますけど、なんかそういうことに、新しいことにチャレンジしていく、むしろなんか本当にそんなことまでするのっていう人もいっぱいいるし、いや、そういうのも全部踏まえて得るっていうのは選択はすごい、やっぱそれで勇気とかやっぱなんかもらってる人すっごいいると思うんですよ、うん、ですか、はい、なんか素敵だなと思って、なかなか本当になんか、うん、みんな主的というか、うん、そうですよね、はい、私の場合は多分、うん、もうその前段階でもともと男だったっていうのを出しちゃってるから、多分あまり怖いものはないっていうか、怖いものはありますけど、うん、ずっと隠してきたから、それが今出せるから、なんかそれ以外特になるほど、っていうのが多分あるのかもしれない、うん、今解放されてる、嬉しいです、なんか飲めたし、なんかそこが素敵だなと思って安心しました、ああ本当ですか、すいません、なんか本当なんかすいません、私もあんまりなんかすごい友達を作る方じゃないから、なんかたまたまなんかすごい共感することっていうんですか、なんかすごいあって、すごいなんか勝手になんか、なんかコメントするとかもあんまりなかったんですけど、なんかすいません、ダイナさんにすごい親近感を勝手に感じて、ね、すいません、嬉しいです、嬉しい、全然嬉しいです、すいません、インスタで教えてたじゃないですか、はいはいはい、 YouTube をご覧になったの、そう、なんかね流れてきて、へぇ、なんかハワイで見てるんだ、ね、たまたま、そうなんですよね、岩を見てきました、ほぼおすすめされて行きました、はい、行きました、変わってきました、そこで見られるあそこ行きました、行きました、行きました、すごかったよね、あそこね、すごいんですよ、なんかパワーが、へぇ、やっぱり、あそこ行くとめちゃくちゃ元気になりますよ、大谷翔平ばり稼いでこいっていう感じでこいパーテスパーテって、あ、やかる、やかるみたいなね、えなんか YouTube でそのままお二人をなんか陰ながらですが見守っております、いやいや、すいません、なんか急にお呼び立てして、ごちそうさまでした、すいません、ありがとうございます、いや、お会いできてよかったです、ダイナチャンネル、すごー、そう、触ってみてかもしれない、触って、よし、それでも全身浴びてね、ご利益を浴びてください。すごい大きい。で、夫さんより大きい。どうしてこの岩が存在してるんでしょうね。あ、
どうですか気持ちは。すごい。パワーが、パワーが、みなぎってきた。I was just calling to see if you're free to run away with me. To run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe.